目指せコンパクトシティ東戸塚。目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組は東戸塚の街がどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのかなどについてお話ししていきます。それではご出演の方々をご紹介します。東戸塚街づくり開発委員会顧問の大滝正夫さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして開発委員会事務局から岡本拓也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速始めてまいりましょう。前回のこの番組の放送では、スポーツに親しむ街づくり、スポーツを通じて人の交流を大きくする街づくりということでお話を展開してまいりました。今回のテーマは、今回はですね、はい、少しちょっと観点を変えまして、はい、都市農業とそれに関わるいろんな問題ですね、もうちょっと具体的に言いますと、都市の農地、はい、それからまあコミュニティですね、そこから生まれるコミュニティとか、はいはい、あるいはこのコミュニティ経済、まあ、いわゆる地域経済ですね、はい、こういったものについてお話ししていければいいかなというふうに思っているんです。はい、あの土地の有効活用というのは今とてもやっぱり重要ですしですね、はい、同時にあの少子高齢化がどんどん進行していくことによって、地域コミュニティの課題が、まあ、何回もこの放送でも取り上げてますけども、まあ、課題がありますので、まあ、そういった課題っていうのは、ひいて言えばこれ、まあ、やっぱり都市政策上の非常に大きな問題にもなってくるもんですから、はい、まあ、そういったことをひっくるめてあのお話しできればというふうに考えております。はい、都市の農地、これはいろいろとね、あの全国的にも課題にはなってますけれども、岡本さんいかがでしょう。そうですね、ちょうどあのこのテーマとなる話を聞いて、はい、あの先日の新聞のことをちょっと思い出したんですけども、まあ、ちょうど国の方でその都市部の農地、を、まあ、今後どういうふうにしていくのかっていう、まあ、ちょっと、国の内部のまだ方針のようですけども、はい、どちらかというと宅地の転用を防いでいって、今のその都市の中の農地というものを維持していこうというよう な, なんか方向感になったという報道が出てきているようです。でそれは、まあ、今 の, あの都市内の農地っていうのが、ある意味義務としてその生産活動しなきゃいけないということになってるんですけども、はい、ちょうどその義務があの解除されるのが2020年、それぐらいの年に、約8割の農地で、そういう、義務が解除されると、はい、いうことがあって、義務が解除されると 転売というかあの売却されて、例えば住宅用地に変わったり、はい、そういうふうになってくるんじゃないかと。で住宅用地が増えるとその分住宅の供給がこう多くなってですね、住宅の価格が値崩れするんじゃないかみたいなちょっと話が国の中でちょっと審議されていたようです、はい、で、そうなると、まあ、経済的にも良くないので、はい、まあ、地主さんにはあの今までもその相続税の方を免除していたんですけども、そういうものをまたあの延長したりですね、あるいは企業の方に貸しやすくしてなんとか都市の中の農地というのを、維持していこうというようなことがちょっと報道されています、はい、でただですね、そのまま農地のままでいいのかっていう議論も一方ではあって、先ほどあの大滝さんの方からお話ありましたけども、最近その地域のコミュニティのためにあるそういう農地を使っていくという、まあ、事例も先行事例も出てきている中で、その、まあ、地域 の, その魅力づけであったり、はい、そういったものであったり、あるいはその災害の避難場所とか、はい、そういうふうにも使っていくということも考えられるので、確率的な方法ではなくて、ただまあ方向感としては転用を抑制していくという基本的なところが今国の方で審議されているような状況のようですね。そうですね、はい、おたきさんいかがでしょう。今のお話結構深刻ですよね。あの住宅の話なんかもありますけれども、まあ、確かにそうですね、まあ、これもう少しあの展開した話っていうのはあのまた機会を持って話をしていきたいというふうに思ってます、まあ、今日は ある意味ではこの農地とコミュニティのことを中心としたお話で
行っていければいいかなというふうには考えてるんですけどね。はい、都市部の農地、地域のコミュニティ、この関係性なんですけれども、まあ、いい関係性っていうのはどういったものが考えられるんですかね。最近のですね、はい、農地に対する地域住民の皆さん方の考え方っていうのはだいぶ変わってきてるんですね。はい、私がまだ現職の市会議員でいた頃ですね、農地の周辺にいた住民の方々と農地の方々の農家の方々っていうのは必ずしもうまくいかない関係があってですね、いろんな問題が実はあったんです、地域の中に。はい、しかし今はこのやっぱり農業を取り巻く都市環境というのが相当大きく変わってきたこともありましてですね、今両方どういうふうにそれぞれこう、考え方をこう持ってらっしゃるか、将来に向けてはどう考えているかということを、意識調査の形で調査したものも実はあるんですね。はい、これをね見てみると、私もね非常に興味深いなというふうに思っていて、今後のやっぱり 農地やあるいは農業を考える上ですごく役立つし、それから実はこれ市民サイドから見たその 農業というものに対する考え方、それから今度は農地を持っている土地所有者から市民に対してどうあってもらいたいかということを両方解いているですね、はい、こういうこの市民調査なんですね、意識調査なんですね。でこれ見るとですね、例えば市民がですね将来にもわたって、あるいは今現在例えばどんな農業が展開されたらいいかというですねことを聞いてるんですが、はい、その一番実は多いのがですね、農家が安心して農業を続けていけるようなやっぱりそういう政策ちゃんと作ってくださいねという農家を逆にやっぱりフォローする市民の方でですね、はいはい、これが一番実は高い 65.4% もの人がこう言ってんです。はい、でその次は何かというとですね、この農薬の使用だとか、まあ、環境に配慮したそういう農業をやってくださいねというのが、まあ、その次の 63.9% ぐらいなんですが、その次がまたですね、実はこれなんです、身近に農産物が買える機会がある、はい、これがすごくいいので、いわゆる、まあ、こっち産地消ですね、こういう関係をできるだけともかく維持できるようにしてくださいねとかですね、はい、それから身近に農体験ができるような農園があるといいねって考えたり、市民のサイドをこう考えてるんですよ今。なるほど、相当今変わってきたってことですね。で今度じゃあ農家の人たちが市民に対して何を期待してるかっていうとですね、はいはい、一番、まあ、実は多いのが、まあ、これはまあ正直な話なんでしょうけどね、一番実は数字として多いのは手間がかかるのでですね、あんまりこの農業に近づかないでくださいねと、市民との関わりっていうのは そんなに持たなくてもいいですよっていう考えてる人が実は 36.5%。 あ、そうなんですか。それでも 30% ぐらいなんです、はいはい、これがでも数字としては一番高いんです。その次ね、もう実は全然違っちゃうんですね。直売場などですね、顔の見える関係を市民の皆さんと作っていきたいという考え方を持ってらっしゃるんです。あ、そうなんですか、はい、それからそのきっかけとか支援があれば住民の方々との交流をさらに密にしていきたいという考え方、はい、それから市民農園で楽しんでもらいたいとかですね、農作業の手伝いに来てもらいたいとかっていう考えてる農家もおられると。そうなんですね。これぐらいに今実は市民と農業との関係、農家の人たちとの関係っていうのが変わってきたというふうに言ってもいいと思うんですね。はい、はい、だいぶ変わってきたというか、本当に様変わりしてきてるんですね。そういうことなんです。ですから逆に言うとですね、やっぱり横浜の農業の特色がここによく出てると思うんですよ。はい、農家の方々も実はこの都市景観、都市の景観に合わせた農業をやっぱりやろうとすごい努力して、今日までやっぱりその農業というものを継続してきてくださっている、そういう努力が農家の側にもやっぱりちゃんとあるということですよね。そうですね、はい、このアンケート結果は本当にそれが顕著に出てますね。その通りですね。ですからやっぱり
これコミュニティをこれからこの地域の中に作っていくんだとしたらですね、都市農業のあり方についてもっと市民のサイドがいろんなことを知っていく、お互いのやっぱり立場やですね、それをやっぱりよく理解していくような方向に行かなければいけないのかなというふうに思ってますね。はい、ある意味まあ進化してきてますね。そういうことです、その通りですね。はい、岡本さんいかがでしょう。そうですね、まあ、以前もしかするとあまり市民側と生産者側の方の、まあ、思いがこううまくつながらなかったところがだんだん歩み寄り で、お互いがも必要とするような存在になっていくというのは非常にいい関係になってきているんだろうなというふうに今の話聞きました。はい、で、実際に、そういった事例をちょっとご紹介すると、はい、泉区の方での事例になるんですけれども、もともとその生産者の側が、農地を持っていたと、だけれども、だんだん高齢になってきてちょっと生産できなくなってきたということで、なんですが、その農地はなんとか生かしたいというふうに考えていたところ、はい、そのやっぱり農業というもの自体に自分がこう生産者側として回ってみたいというような市民がやっぱりだんだん現れてきているということで、そういう人たちにその自分 の、その農地を使ってコーポラティブハウスという、まあ、言ってみれば、自分たちがこう集まって組合作ってで、まあ、マンションみたいなものを作るということですけども、そういう共同住宅をその農地の中に作ってもらって、でかつその農地の一部はやっぱり残してですね、はい、その新たに、建物を作った人たちが自分たちでその農作業をやって、でたまにそこに集まってみんなでパーティーやるみたいな、つまり農業と生活がこう同一化というんですかね、はい、一体となった生活スタイルを求めるような人が一般市民側の方でもだんだん出てきている。で、はい、そういう人たちに対して開いていく 農業の、 今までの生産者もいるということなので、まあ、そういう先ほど の、あの歩み寄りの、まあ、一つの表れなのかなというふうに思って、この事例ちょっと今日ご紹介しました。はい、すごくいいコミュニティが形成されているんですね。そうです ね、 ね、農地の活用っていろいろなやり方があると思うんですけれども、こういった地域との良好な関係性につながるようなっていうのは本当に今の時代にマッチしているような、とてもいいシステムですね。全くその通りですね。はい、だからやっぱり都市農業ということについては、私たちはもっと意識を変えていく必要があると思うし、はい、なくてはならないものという捉え方に、意識を変えていった方がいいのかもしれませんね。そうですね、大滝さんが先ほどご報告いただいたように、やっぱりちょっと前の考え方とみんなが考え方をちょっと変えていますから、そういった事例がやっぱりいい方向性に向いていくことになるんでしょうね。そうだと思いますね。はい、これがまた後でまたちょっとまたいろんな別の観点からもご説明しようと思ってるんですけどね、はい、やっぱりこの農地というものに対してのこの関わり方というのが、はい、この使う側も使わせてもらう側もこの目的感も変わってきてるんですね。はい、そういうことがすごく大きな、それから一つはもう一つは社会的な要請として、そういうこと の、あのこの内容が相当変わってきたという、そういう社会的な変化といいますか、はい、そういうことがあるのかもしれませんね。はい、それではお話は一曲聞いてから続けます。それでは一曲お届けしましょう。ビーズで月光。目指せコンパクトシティ東戸塚、本日は都市部の農地とコミュニティ、地域経済についてお話をいただいております。都市部の農地と地域コミュニティとの関係について、いろいろ良好な関係性をお話しいただきましたけれども、先ほどは農地が地域のコミュニティの活性化づくりのポイントとなっている事例として、横浜市泉区のお話をお聞かせいただきました。岡本さん、これ、まあ農地に限らず
こういった土地活用で、まあ、地域のコミュニティが良好に得られているという事例は他にもあるんですか？そうですね、今国の方でもその、まあ、農地の話検討しているところですけれども、はい、まあその中で先進事例みたいなものを国の方でも調べてるんですけれども、千葉県の柏市の方では、はい、その行政が、まあ、ある意味コーディネーター役となってですね、市民側の方 その土地所有者が、まあ、土地を持て余しているような場合、はい、ちょっと情報を市の方に提供してもらってですね、逆にそういうところを使いたい市民に対して、はい、その使いたい側と使ってもらいたい側をつなぐような取り組みをやっていると。でまあ、その名称が柏庭情報バンクっていうことで、まあ、柏の庭っていうところと、あとその土地を貸すっていうところの多分語呂で、はい、柏庭っていうことだと思うんですけども、はい、まあ、そんな制度をやっていたり、で、まあ、その柱の一つが実際にそこで生産してもらうみたいな話もありますし、はい、もう一方ではこう単純にその土地を見てもらって、例えばとっても綺麗なこうフラワーガーデンとか、そういうふうにガーデニングやってる方もいらっしゃるでしょうから、そういう方が見てほしいみたいな形で、まあ、どちらかというと観客と見てもほしい側をつなぐみたいなこともやっているみたいで、そういう意味では、はい、やっぱり街のその魅力を作るための装置としてまあ、客観的には見れるのかなとかって思っています。はい、柏庭、柏の庭、貸したい人と借りたい人、まあ、いろいろな意味合いを込めてのネーミングだと思いますけれども、そこでもやはり良好なコミュニティが得られる、まあ、そういったシステムが形成されているわけですね。そうですね。はい、まあ、都市部の農地と、まあ、地域の経済についてお話を展開したいと思うんですけれども、まあ、どのようなこの2つの両者については良好な関係というのが考えられますでしょうかね。これ一番引きな例でですね、分かりやすく言うと、はい、まあ、さっき地産地消の話をしましたけれども、やっぱり農家の人たちが作ったお野菜とかですね、まあ、農産物ですね、農畜産物もありますので、畜産もありますので、まあ、農畜産物、これがそのまま地域の人たちにこう安心して食べていただけるっていう関係がね、はい、できるとこれすごくいいわけですよね。そうですね。もう間にこう中間が入りませんので、ですから、まあ、経済的な意味でもこう非常にやっぱり効率的だし、それからもう目の見えるところにできているものですから、だから市民の皆さん方も安心して食べられると。それからやっぱりこの、肥料だとかですね、それから薬剤とかですね、こういうまあ環境の面でも地域の皆さん方がよく知っているところで生産されているっていう安心感ももちろん当然出てきますので、いろんな意味でやっぱりこれはいい循環が地域の中で生まれている一つの例ですね、はい、特に地産地消はですね、横浜ではこの都市農業の中で横浜の農業が都市農業として非常に高く評価されている。これは地産地消がうまくいってるからというところもあるんですね、はい、例えばね、直売所なんかは横浜市内に1000箇所を超えてあるんですよ今。そんなにあるんですね。これだけやっぱり地域の人たちは直接やっぱり農家の人たちからお野菜を買うということに対してもう慣れてますし、はい、またそれが当たり前のような形に今なってきているということだと思うんですね。で、まあ、実はこの農地の利用の方法っていうのを先ほどもちょっと話をしましたけども、ちょっと別の観点からお話ししたいと思うんですけどね、はい、かつては個人として農地を借りて自分で作って自分が食べてたということが多かったんですが、最近はですね、面白いこれまた調査活動も調査の結果もありまして、3400もの横浜市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、社会福祉法人ですね、それから NPO 法人、これいろんな団体、はい、この団体の人たちに農地を使ってますか使ってませんか、それから何か生産してますかしてませんか、どんな活用してますかというのを聞いたね、やっぱり調査があるんですよ、はい、これね本当に私も実はびっくりしたんですが、幼稚園、保育園、小学校、中学校
ではですね 90% を超えるあの施設がですね、あの実は栽培とか収穫に関わってんです。これ 90% って大変な、そんなに、そうです、すごいですね。それとですね、社会福祉法人も実は 75% の社会福祉法人が栽培とか収穫とか何らかのやっぱり農体験を施設でやってるっていうデータですね、はい、NPO 法人も実は 51% ですから、半数の NPO 法人がですね農業に関係した何らかのこういう活動をしてると。多いですね。そうですね。でこのですね農地利用の多様化っていう実態が今あるってことと、それから目的も実は多様化してるんです。 NPO なんかはですね、実は地域の介護だとか見守りとか介助とかですね、はい、こういうところで一人暮らしのお年寄りに届ける食事を作ってあげたりですね、はいはい、それはだから地域の農家の人たちからこう買ってきたりですね、いうようなことをやってるわけだし、だみんなそういうふうにしてですね、今この施設内の食事を作ったりすることもそうですし、あの他で買うよりも安く買えて、しかもあのちょっと形が悪くても買えるということになるとですね、大量にやっぱり仕入れることもできるし、はい、お得ですよね、はい、ですよね、はい、だからそういうやっぱり使われ方もかなり変わってきていてですね、このさっきの農的空間のお話も含めてですね、コミュニティ作りだとか、それからやっぱり社会教育も含めた教育の場所でもあるし、さまざまなやっぱり関わりがこの農地との間に、市民と農地の間で生まれてきているという実態ですね、はい、はい、この地域の中で作る人と、まあ、使う人、食べる人、こうぐるぐる回って、まあ、さらにね、今大滝さんがおっしゃったように大量に仕入れることもでき、安心安全で、またあのコミュニティは活性化して、はい、人と人のつながりが、絆が深くなって、これはいいとこ尽くしですね。経済的にもちゃんと、農家の人たちにもそれだけのメリットもちゃんとあるしですね、はい、安く買えるっていう意味では施設なんかの人たちにとっても、それからそれを今度は食べるお年寄りの方々とかですね、そういうまあ施設にいらっしゃる人たちにもすごくこれ有効に生きてる話になってるわけですね。循環してるわけですよね。非常にあの今本当に盛んになってる活動の、まあ、一環なんですけれども、まあ、人の考え方が少しずつ変わってきて、今の時代にマッチした、まあ、農地の活用ですとか空いてる土地の活用ができてるなっていう気がします。では一曲挟んで続きのお話を伺います。お送りする曲は木戸豊洋さんでもらい泣き。目指せコンパクトシティ東戸塚。東戸塚まちづくり開発委員会顧問の大滝正夫さん、事務局から岡本拓也さんをお招きいたしまして、都市部の農地とコミュニティ、地域経済についてお話をいただいております。農地が地域のコミュニティ作りの鍵となる可能性などについてお話をお伺いしていますけれども、地域経済発展の鍵になる可能性についても言及いただきました。まあ、あの岡本さん、はい、このようにまあ開発したりいろいろシステムを作っていくのも大切ですけども、まあ、これあれですよね、持続していかなきゃいけないんですよね。そうですね、まずは地域の中でこれが回っていくような、はい、あの仕組みを作っていくということもありますし、一つはまあ外に向けてそれをあの発信していくということも大事だと思います。はい、でまあ、それあのいわゆる六次産業って言われてるんですけれども、まあ、一次産業が生産で、二次あの産業がその加工業、はい、でそれから三次がまあ流通、外に出していくってことですよね。でそれの掛け合わせて六次産業って言われてますけども、その中だけじゃなくて外にあるこの東戸塚ブランドみたいなものの、はい、あの加工品であったり、地域の良さみたいなものをあの、まあ、アピールしていくことで、よりあの東戸塚に関心を持ってくれる人が増えるっていう、そういうなんか重要な要素の一つにもきっと 農地というか農業っていうのはあの絡んでくるんだろうなというふうに思ってます。大事な視点ですよね、はい、本当に大事なところですね。それは、はい、マネジメントって言いますか、こういったものをこう管理したり維持したり
していくのもちょっと難しいかなと思うんですけれども、先ほどはまあ行政の話もありましたが、そうですよね、あの確かにそうです。で、あのこれ行政がやっぱりその1億を担う場合もありますが、実は地域の中にですね、そういうことをコーディネートするやっぱり NPO なりですね、それからやあの、まあ、いわゆる地域リーダーがそういうことをやろうじゃないかといって、はい、やっぱりこう回していくっていうこともあり得るわけですが、まあ、大きな規模になってくるとこれやっぱり行政かまざるを得なくなると思うんですね、はいはい、横浜市にも実はあの競争推進室みたいなのがあってですね、あの公共と民間とをつなぐ役割をしているわけですが、新しい価値を生み出していこうとしているわけですが、まあ、こういう役割っていうのはこれからもっとやっぱり大事になってくるんじゃないかというふうに思いますね。これはもうまちづくりのマネジメントでは、この民間とこの公共が協力しなければ進まないというのは当たり前なことですもんね。そうですね、まあ、まちづくりについてはやっぱりそういった両者が手を結び合って作っていくっていう形が理想かと思いますけれども、まあ、農地っていうのはこう公的な不動産ではないんですけれども、これからどんどんこう活用していきたい物件ではあるわけですよね。そういう意味では、まあ、これからの地域コミュニティ作りに向けたエリアマネジメントの必要ですとか、まあ、そういったことが必要になってくるのかなと思いますが、まあ、農地のお話もそうですけれども、貸したい借りたいという人たちのこう結びつきっていうのが一昔前と違って今はいろんな形で実現できるものなんですね。まあ、その通りですね。ですから、これからもうその価値と土地に対する価値も違ってきますし、はい、それからその目的意識も変わってきてるわけですね。はい、だから私たちはこれをやりたいためにその空いてる空間というのを、まあ、能的な空間も含めて貸していただけませんかといった時に、それにマッチングするんだったらどうぞってことになるんだと思いますしね。はいはい、今実はこれに似た話なんではあるんですが、耕作放棄をした土地、耕作放棄地っていうのは横浜市内だけで117ヘクタールもあるっていうんですよ。ものすごい数。そんなにあるんですか。はい、すごい面積なんですね。はい、このうちの 40% が実は土地持ちの非農家、非農家の人たちが持っている土地ということだということを考えるとですね、はい、今度はこういう、まあ、さこれから、まあ、別の話になるかもしれませんが、空地の、はいはい、この街づくりへの生かし方、こういうことにもつながってきますので、これはまた次のテーマになってくるのかもしれませんけどですね、やっぱり私たち地域として何を必要とするか、地域でその空いてる土地をどうやっぱり有効に生かしていくかということについて、まあ今本当に真剣に考える時代なんだというふうに思いますね。はい、ただまあ空いてる土地を本当に有効活用して町づくりの人たちのコミュニティの活性化につなげていくっていう発想は本当に斬新ですけれども、今までなかったのが不思議なぐらいナイスアイデアっていう感じですよね。そうですね、それだけまあ今活動している主体が多様化してきているということにもなるんじゃないでしょうかね。はい、時代がもうそうさせてきていると。まあ少子高齢化がこれからどんどん進めば進むほどですね、やっぱりいろんな人たちの活動、いろんな人たちのアイディア、発想っていうのが、こういうところにもだから働いてくるということの一つの示唆、見ることができるんじゃないかと思いますけどね。はい、岡本さんいかがでしょう。そうですね、まあ、今のお話だんだん、まあ、これから空地が生まれてきて、ただそれをコミュニティの、活性化の資源として捉えて、いくことの、まあ、重要性をこの場で話し合っていると思いますけども、なかなか国の方でもそういうふうに、なかなかまとまってそういう土地って出てくるわけでもないですし、はいはい、こうランダムに出てくるところもあるので、なかなか有効なその方策っていうのはまあ、これだっていう決定打今まで打てていなかったところもあって、国の方で委員会作って研究されているんですよね。はい、でちょうど先月ぐらいにその、まあ、委員会の方 の, 中間の取りまとめの方も終わっているところなので、また機会を見てこの番組でご紹介できればなというふうに思っています。はい、それではここで1曲お送りします。安室奈美恵さんで
Go ラウンド。続いてクリスタル K フューチャリング安室奈美恵でレボリューションお聴きください。目指せコンパクトシティ東戸塚、本日は都市部の農地とコミュニティ地域経済についてお話をいただきました。まあ、いろいろと土地の有効活用についてのお話にも触れてまいりましたけれども、岡本さん、はい、まあ、いろいろお話ししてきた中でやっぱり気になるのはこうマネージメントっていう部分ですかね。そうですね、先ほど大滝さんの方からもこの競争推進室横浜市の、中でこの、まあ、マネージメントする組織があるよというお話がありましたけども、はい、まあ、特にですね最近はその公園の有効利用みたいなことにも積極的に取り組まれていて、まあ、当然公園の部局さんと連携して取り組んでいらっしゃるようですけども、まあ、ちょっと農地から外れて公園の話になっちゃいますけど、もともとその今の公園って公園で例えばサッカーやったらダメよとか、はい、まあ、走るのはいいんでしょうけどなんかいろいろと制約があるような運営のされ方していますけども、そうですね、それって本当に市民のためなのとか、それって本当に魅力のある町のためになってんのっていう、まあ、こともあってですね、もう少し民間の柔軟な発想を公園の中に取り入れてみようとか、はい、その使う側それから生かす側のことを重視しましょうとか、まあ、そういう観点でですねこの競争推進室の方で、まあ、民間の事業者に対してサウンディング調査とか、はい、つい最近やられたところですね、はい、で、まあ、ちょっと農地とは違いますけども、こういうふうに積極的に民間との何ていうんですかね、都市の中のその魅力づくりのそのノウハウっていうのを公園の中に生かしていく、はい、そういうまあコーディネーター役というものをきちんとこう設置されている横浜市さんっていうのはやっぱりというベースがある自治体さんなので、その農地のこれからの有効活用というところについても、きっとうまいこう立場に立って、推進してくれるんじゃないかなというちょっと期待を持ってのちょっと発言をさせていただきました。はい、この横浜市の競争推進室というのは、まあ、専門チームで設置されているということで、今お話しいただいたような役割を持っているということですね、大滝さん。そういうことですね、はい、そういうことです。民間とそれから公的機関とこうつなげるといいますかね、はいはいはい、より地域の人たちのニーズをその地域にきちんと合致できるように仕組み作りをしていくというそういうことになると思いますね、はい、今お話しいただいたように公園、まあ、ルールがあるのはもちろんなんですけれども、そのルールが割とこの使う人のこうニーズや思いとは離れてしまっているところもあるわけですから、そういったところをですね民間のグループが、まあ、そういったところで手を加えていただいて、まあ、ちょっとですけどね使い勝手のいい公園になっていくっていうのは理想ですね。そうですね、生産地としての農地は先ほども言いましたようにさまざまなやっぱり民間の人たちの使い勝手もあるし目的もまた違ってきてあるわけですが、はい、農的っていういわば農地ではないんだけども、はい、やっぱり使われてないで空いてるというかですね、それからまた有効的に利用できるような土地っていうのは、まあ、結構これあるんだと思うんですね、はいはい、東戸塚の周辺にもやっぱり結構ありますよね。ありますね。でこういう土地をどういうふうにしてやっぱり地域の人たちのコミュニティをこう醸成していく上で、まあ、有効に活用できるかというのはこれやっぱりアイデア次第でいろんなものができてくるような気がしますよね。そうですね、まあ、今日のお話では農地がメインテーマではありましたけれども、これからはまあ人口の減少とか高齢化に伴って空き地や空き家の問題っていうのはもっともっと今より深刻になってくる可能性はありますね。ありますね、はい、まあ、この辺はまた次のテーマにしていきたいなと私たちも今ちょっと実はいろんな勉強しているところではあるんですけどね、はい、はい、では今度また改めて空き地や空き家についてもいろいろと有効活用そして利用法お話しいただければと思います。今日はですね
都市部の農地とコミュニティ、地域経済ということでお話をいただきまして、都市部の農地が地域コミュニティの良好な関係を生んでいる、また地域経済も活性化させている、本当に有効性の高いお話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今日も目指せコンパクトシティ東戸塚、お送りしてまいりました。皆様からまちづくりについてのご意見などお待ちしております。メール、ファックスなどお寄せください。目指せコンパクトシティ東戸塚宛てにお送りください。メールアドレスは mail@fm-totsuka.com、 ファックスナンバーは 045-829-0837、 045-829-0837 となっております。目指せコンパクトシティ東戸塚、これまでの放送につきましては FM 戸塚のホームページからもお聞きいただけます。ホームページのあのコーナーをもう一度聞きたいでアーカイブをチェックしてください。また東戸塚まちづくり開発委員会のホームページもぜひご覧ください。 www.東-戸塚-cc.com、 CC はコンパクトシティの CC です。トピックスや町地域の関連情報も載せてございます。研究室ラブの情報もありますので、ぜひチェックしてくださいね。今日も東戸塚まちづくり開発委員会顧問の大滝正夫さん、事務局から岡本拓也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。